スタートと同時に全力疾走していますが、あくまで遠足です。行ってきます。これは高山市立国府中学校で30年以上前から続く伝統行事、その名もウルトラ遠足。高校受験などを控えた3年生に心と体を鍛えてもらおうと毎年行われているもので、コースはなんとフルマラソンと同じ距離の 42.195 キロ。規格外の遠足なんです。今日は3年生88人が午前6時半に高山市入川町を出発。どうですか、頑張れそうですか？頑張ります。頑張ってください。ありがとうございます。途中設置された休憩所で水やお菓子を補給しながら、それぞれのペースでゴールの中学校を目指します。クラスメートと歩くこちらの男子生徒は、意外と足も痛くて仲間がいないと一人じゃ歩けない。仲間あってこそのこの遠足だと思います。支え合って頑張っていきたいと思います。そしてスタートからおよそ3時間半後、受験にもこれを活かしていけるようにしたいと思います。箱根駅伝とかそういうのに出場したいと思っています。ウルトラ遠足は午後5時過ぎまで行われ、その後他の生徒たちも次々にゴールイン。足がやばかったです。やばかった？はい、うん、もう途中やめようかなとか思わなかった？思いました。どうして頑張る？ゴールがあったから。中学校生活の特別な思い出になったようでした。